エデッサの戦いは二百六十年にシャープール一世が率いるサーサーンアサとウアレリアヌスが率いるローマ帝国軍との間で行われた戦闘である。戦いに敗れて捕虜となった皇帝、ウアレリアヌスがペルシアに連行されたことでも知られる。二百四十一年にサーサーンアサのシャーとなったシャープール一世は即位当初の二百四十三年にローマ皇帝、 ゴルディアヌス3世の側近ガイウスフリウスサビニウス、アクイラティメシテウス率いるローマ軍とのレッサエナの戦いに敗北したが、ティメシテウスが沈没した1年後の244年に、ミッシッシュの戦いでローマ軍を撃破し、ゴルディアヌスを廃止に追いやった。シャープールは、ゴルディアヌスの後継皇帝となったピリップス・アラブスとの間で、ペルシアに有利な条件での和睦を結んだ。 フィリップスの在位中は、ペルシアとローマの間で大きな戦闘はなかったが、ウアレリアヌスが皇帝となった前後より、ペルシア軍はたびたびローマ帝国領への侵攻を行い、253年にはバルバリッソスの戦いでローマ軍に勝利を収めて、ドゥラ・エウロポスやアンティオキアを占領した。256年にローマは、ペルシア軍をアンティオキアなどの占領地より追い出したが、さらに、 ペルシアへの報復を果たすために、ウアレリアヌスは、プラエトリアニを含むローマ軍約7万を率いて、ペルシア方面へと申請した。ローマ軍とペルシア軍は、カルライアイデッサで小規模な戦闘を繰り返したが、最終的にペルシア軍がローマ軍を撃破して、ウアレリアヌスは、ペルシア軍の捕虜となったと伝わっている。5世紀後半の歴史家ゾシモスは、ウアレリアヌスは、 ペルシアとの和平交渉の最中に騙されて、捕虜となったとし、ラクタンティウスは、シャープールが起乗する際に、ウアレリアムスを踏み台として恥かしめたと、それぞれ伝えている。ただし、18世紀の歴史家、エドワード・ギボンは、A マイナ君主であったシャープールが、自らの遺言を失墜させかねないこれらの行為を、するとは考えがたいと記している。なお、ナクシュイルスタムの魔改造には、 ウアレリアヌスが起乗する、シャープールへ降伏する場面を描いた壁画が残されている。シャープールによって、捕虜となったウアレリアヌス、ザ・ヒューミリエーション・オブ・バレリアン・バイシュプル、ハンス・ホルバインによる1521年の作なお、エデッサの戦いで約7万のローマ将兵の多くが、戦死、または、捕虜となったこともあり、戦いの全貌については、不明な点が多い。いずれにせよ、 ごくわずかの死傷者に止まったペルシア軍の対象であったことは間違いがない。シャープールは捕虜としたウアレリアヌスと一部のローマ軍をビシャプールへと送り、同地で良い待遇での生活を行わせた。スーサに建造されたバンド、イーカイサーと称されたダムへローマの技術が用いられたように、シャープールはローマの工学と技術力をペルシアへと取り入れた。 なお、エデッサの戦いから間もなく、ウアレリアヌスは、ペルシアにて死去。共同皇帝の地位にあったガッリエヌスが、単独のローマ皇帝となったが、西方族州では、マルクス・カッシアニース・ラティニース・ポストゥムスらによって、ガリア帝国を分離独立し、東方族州では、プライフェクトゥス・プラエトリオであったバッディスタの支持を得た、フルーイウス・マクリアヌスらが皇帝を戦勝したように、30人、 神経時代と称する大混乱に、ローマ帝国は陥った。シャープールは、エデッサでの勝利の余勢を買って、ローマ領への進行を図ったが、パルミラを中心とした一帯を治める実力者、セプティミウス・オダイナトゥスの軍勢に敗北。ペルシアの西方への進撃が押しとどめられたのと同時に、その後のパルミラ帝国の成立につながることとなった。 エデッサの戦いの結末は、外敵との戦争で初めて、ローマ皇帝が戦死したアブリッティスの戦いとともに、ローマ帝国の国力の低下を物語る事件となった。一方のペルシアにとっても、ルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスや、マルクス・アウレリウス・カルス、ディオクレティアヌスら後代のローマ皇帝からの信仰を招き寄せる格好の材料ともなった。ありがとうございます。